こんにちは。主食はお米です。110連ガチャ、本日で5日目になります。昨日は散々だったので、今日は何とかしたいところです。それでは、張り切って回していきます。幸先よし。カルラが出ました。2回攻撃の確率 50% での弱点属性が帯びるワンチャンカードです。ニューは嬉しい。次回します。今日は、来てるっぽいわら。うおおお。アマテラス、日光浴バージョンが出ました。これは、嬉しすぎー。ニューでなくても、嬉しい、カードかもわら。次、回します。おい、それはないだろう、封じ子ちゃん。11連ガチャで、エフェクトなしとか。気を取り直して、次行きます。不幸の後の、幸運か。山幸彦が出ました。森帯、4連、マキと、赤盾を、選択できるなんて、いやーあいですねー。古文も、かなり強いです。次回します。終わった。懐かしいカード、ブリュンヒルデが出ました。コスト32ですが、私的に、今、現状ゴミかなーって感じです。次は、メインアカウントを、回します。おっしゃー。一応、二枚抜き。強行はギリセーフかな。城のルークは進化分岐があるので、進化させてない方に進化させます。次行きます。来てます来てます。おいぃ。2枚抜きです。クブ8が出た時には、かなり焦りました。終わった、と思いましたが、終わらせのロキ&ライジンは、当たりですねー。次、行きます。終わった。なえますねー。
次行きます。当たりこーい。桃子が出ました。ミュウではないですが、親分、子分、共に使えるので、OK です。メイン最後のガチャいきます。最後だから、ビシッと決めろ。魔法少女スミレですか。なんとコメントすればいいやら。まあ、明日に期待ですわら。ご視聴、ありがとうございました。